こんにちは、ブルーホスです。ということで、ジェイク編お疲れ様でございました。もうひたすらね、シェリーに対して卑猥の言葉を投げ続けるという、もう変態紳士さんの感じでやっていきましたが、まあ全部のね、アーカイブが揃ったということでございますんで、なぜ2回言った大事なことだからです。ということで、まあ皆さんとともにさ、アーカイブを読んでいって、最後のこのゴール、これね、これを見るために、みんなと、もうシェリー編頑張って、でもジェイク編じゃなくなってる。ということでございますんで、まずは一個一個読んでいきましょう。はい、ということで、ジェイク・ミューラー、20歳、イドニア共和国の反政府組織に属する傭兵、卓越した戦闘能力とサバイバル能力を持った青年、ひねくれた態度でしか他者と接することができないため、彼自身所属していたし、傭兵部隊の中でも孤立していた。ジェイクが信用できるものは金だけであり、他者に心を開かない。金銭によってでしか心は満たされないものと思い込んでいるということでございますね。はい、じゃあ次。傭兵部隊。ジェイク・ミューラーは10代半ばから傭兵として戦場の最前線で活躍していた。傭兵部隊に入隊して間もない頃、ジェイクはある手だれかの傭兵のもとで、戦闘技術と叩き込まれた。彼の指導は厳しいものだったが、隊員を思いやり、部隊の存続を第一に行動する姿に、ジェイクは母親以外の人間に初めて信頼を置くことになった。しかし、実は敵部隊のスパイだったその男の裏切りによって、ジェイクの部隊は壊滅してしまう。父のように慕っていた人間に裏切られたことは、ジェイクの心に深い傷を負わせた。この事件を機に、ジェイクは他人を信用できなくなってしまう。その後、過酷な傭兵生活も手伝って、彼の心は荒んでしまった。はい。じゃあ次。BOW、バイオガニックウェポン。ここで登場するんだったっけ、このタイトルの名前ね。はい。有機生命体、兵器、または生物兵器のことである。ウイルスなどを生物に投与し、兵器として改良を加えたものを指す。BOW を生み出す代表的なウイルスとして、1998年にラクーンシティに流出した T ウイルスが挙げられると。金融ビッグマンですね。違う。はい、ウスタナク。ネオアンブレラがジェイク・ミューラーを捕獲するために放った資格。ウスタナクとは東欧の言葉で決起を意味する。決起集会、不死身に近い肉体と驚異的な怪力を駆使し、ジェイクたちを執拗に追跡する。右的にはジェイクを捕獲するための金属製アームを装着している。これに捕まったものはアームに付属する、シリンジによって体液を採取される。完全に最後の方なんかも殺しにかかってたけどね、もうジェイクいらなくなったからなのかな。ハウス解放したからなのかな。うん、はい。シェリー・バーキー26歳。20歳の体だよ。うん、26いい年頃だ、好き。はい。アメリカ合衆国大統領補佐官直属エージェント。1998年に発生したラクーン事件の数少ない生存者。ラクーン事件の折にその体に G ウイルスと呼ばれる貴重なウイルスを保有したことから、事件後は合衆国の監視下に置かれ、実験に耐える日々を送っていた。2009年に政府からエージェントとなることを持ちかけられ、それを承諾。依然として合衆国の監視下にあるものの、軟禁生活から解放された。エージェントとしては未熟な面もあるが、まだ若い、Jを諌め、精神的にサポートをできるだけの器量がある。過酷な幼少期を送ったが、周りの人間に支えられ、強い心と信念を持った包容力のある女性に、包容力そして豊満な女性に成長した。で、 G ウイルス。 G ウイルスはシェリーバーキンの実父であるウィリアムバーキンによって、ウイルスなんだけどさ、発見された驚異的な生命力と繁殖力を持つ、ウイルスである。 G ウイルスを投与された者は自我を失って凶暴化し、自身と遺伝子情報が近い相手にウイルスの肺を植え付けることでウイルスの子孫を残そうと行動する。98年のラクーン事件の最中、 G ウイルスを狙う人間に襲撃され、一命を負ったウィリアムはウイルスを自らに投与し、これを守ろうとした。結果、ウイルスの影響を受けたウィリアムは繁殖本能に従い行動し、彼と遺伝子情報が最も近い娘のシェリーにウイルスの肺を植え付けることに至った。シェリーはクレアレッドフィールドが入手した抗体を摂取したことでウイルスの進行を食い止めたが、体内に微量の G ウイルスを残すことになってしまった。ラクーン事件以降、シェリーは合衆国の管理下に置かれ、 G ウイルスに関する様々な実験を受けることになった。その過程で彼女はウイルスの力を完全に制御できるまでに成長し、肉体の再生能力がウイルス耐性のみを体に反映することに成功した。また彼女が実年齢より若く見えるのも G ウイルスの影響かと思われる。まあでも20歳と26って、なんか自分の写真とか見返しててもそこまで老けてるって感じはしないけどねって、なんか本当かわかんないけどね。説、C ウイルスですね。 C と G が知見だよね、文字がね、感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。メセスとは党の言葉で、月影を意味する。月経の方がいいのかな。はい。彼はそのような外見をしており、鳥のように空を旋回し獲物を探す。死肉を好むため、生きたままの獲物を食べることは少ない。獲物を掴んで上空から地面に叩き起こし、殺した上でその死体を追放。わざわざそうするんだね。はい。また、完全変異体の中では珍しく道具を使う性質があり、ドラム缶などを空から落として捕食対象に当てようとする姿を目撃。実際にゲーム中にはそういうプレイがあるのかな？うん。おこ。激おこ？
ムスタラクの背面にある器官から生み出されたクリーチャー。外見は昆虫のようだが、挙動は、コウモリを思わせる。オコとは遠の言葉で目を意味する。色能が弱いウスタナクのに代わり、発達した聴覚と超音波を用いて、散敵を行う。索敵か。を行う。感覚器官をウスタナクと共有しており、標的を見つけた後はウスタナクにのみ感知できる羽音と光を発して知らせる。壁などに遮られると音波が跳ね返ってしまうため、索敵がしづらくなる。戦闘能力を持つつ、体もボロいため、個体としては脅威ではない。まあ、確かにね。見つかったら怖いんだね。ジークの家庭環境。ジークムーラーは極貧の家庭に生まれた。父は行方知れずのため、ジークの幼少時代、家計は病弱な母によって支えられていた。彼女が患っていた病気は治療を受ければ完治できるものだったが、家は母の治療費どころか日々の生活を送ることさえ厳しいほどに圧迫されていた。ジークの母は懸命に働き、ジークに惜しみない愛情を揃えて育った。温厚な母だったが、ジークが行方不明の父親に対して文句を言った時だけは厳しく注意した。母は自分たちを捨てた夫をそれでも心から愛していたのだ。その影響を受け、ジークも父親に対して悪い印象を持つことはなくなった。成長したジークは反政府軍の傭兵となって戦うことを決意する。すべては母のためであり、彼女の治療費を稼いで恩を返そうとしていたのである。しかし、ジークが傭兵となって間もなく母は病死してしまった。極貧の家庭育ったことと金がなかったために母を病から救えなかったこと、母の死とその後の傭兵生活によって荒んだジークの心には金に対する強い執着だけが残った。このあたりさ、ちょっとさ、ジークに関する記述とかっていうのがさ、バイオ RE5 があるときになんか触れてくれてたりとかするとすげえ嬉しいなって思うけど。うん、監禁せず、イドニア共和国ではネオアンブレラに拉致されたジェイク・ミューラーとシェリー・バーキンは、中国にあるネオアンブレラの研究所に監禁された。この研究所は巨大で華美な邸宅をカモフラージュにして築かれており、建物周囲から研究所の存在を知ることは不可能である。邸宅内には100体近いジュアボが常時待機しているだけでなく、数多くの重機と装甲車が備えられており、非常時にも即応して戦闘態勢を取ることができる。まあ、証拠隠滅なのかな、いろんな意味で。研究員の手記、2011年6月20日。奇跡だ。あ、方が私を選んでくださった。様々な調査の結果、私はシーウルスの適合性が高いことが分かったらしい。いよいよ私はこの軟弱な体を捨て、強靭な肉体と不死に近い生命力を持った BOW と生まれ変わる。自我が失われるかもしれないが、そんなことは恐れるに足らない。私はあの方の邪魔をする存在の全てを打ち砕き、あの方の望むものがあればいかなる手段を用いてでも手に入れて献上する。そんな騎士となる。ああ、なんと幸せな気分なんだろう。次、ストラレツ。シーウルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。ストラレツとは、ストレラツか。とは、党の言葉で射手を意味する。テリトリーに侵入してきたものを激しく威嚇し、ガスを噴射して、針のように変形した体の一部を飛ばして攻撃してくる。至近距離まで接近するほど逃げ出すことが多い。壁や天井を這いずり回る姿はトカゲそのものである。はい、ですね。シリーとラクーン事件。98年、シェリー・バーキンの中族であるウィリアム・バーキンは自身が発見したGウイルスを独占しようとしたことで上層部の反感を買い、彼が属する組織の特殊工作部隊にウイルスを奪われそうになった。その際、Gウイルスとは別の人間をゾンビへと変える、テウイルスが研究所外部へ流出してしまう。これがラクーン事件の発端となった。シェリーもこの事件に巻き込まれるが、二人の人間と出会い、彼らの助けを得たことで、ゾンビパニックに陥ったラクーンシティから生還を果たした。その人間こそレオン・S・ケネディとクリス・レッドフィールドの妹であるクレア・レッドフィールドである。特に事件後も市民になってシェリーを支え続けたクレア、両親にまともに愛されずに育ったシェリーにとって、肉親以上に信頼を置く存在になった。クレアがシェリーに与えた影響は大きく、彼女の母性や包容力はシェリーに受け継がれていった。その結果、ジェイクがジェイクしてしまった。ということですね。はい、じゃあ次。軟禁生活、ラクーン事件後、その身体に G ウイルスを宿したシェリー・バーキンは政府によって軟禁に近い形を取ってその身柄を保護されていた。見知らぬ大人たちに囲まれ、様々な実験に耐えるシェリーを支えたのは恩人であるクレア・レッドフィールドと彼女の保護代わりを務めたディレクシー・シモンズだった。クレアはシェリーの元を頻繁に訪ね、どんなに辛い過去を背負っても強く生きることを彼女に教えた。クレアはシェリーが最も信頼をする人間になるのと同時に憧れの存在となり、彼女が目指すべき目標になる。シモンズは天涯孤独のシェリーへ支援と援助を惜しまなかった。彼は政府にとって最高機密の存在であるシェリーと外部の人間であるクレアの面会を許可し、シェリーの心の安定に努めた。シェリーの軟禁生活は彼女が合宿区に保護されてから11年後の2009年に続くことまで続くことになった、うん。シェリーとクレアが出会う作品が他にあったら嬉しいね。実験記録、2011年6月25日、シーウィルス投与から5日が経過。危険体のバイタルサインは安定している。危険体の状態はまだ完璧とは言えない。過去に322回に及ぶ実験で、すべてのサンプルがウイルス投与か1日以内に死亡していることを考えれば、今回の実験は成功と言えるのではないか。あの方の人生は正しかった。ただ、
実験中の事故において被験体の右腕が失われてしまった。シーウルスを用いて再生を試み、うまくいかない。しかしそれを補ってあまりある能力を秘めた BOW が完成するとなり、被験体もあのお方に選ばれたことを喜んでいた。本物。2011年4月2日、ウスタナクと名付けられたこの被験体の身体能力、思考力の高さは、ジュアボのそれを大きく上回っている。特に戦闘実験においては、ターゲットに応じて数ある武器を取捨選択し、最も状況に応じた戦術を取る。あのお方からは、ウスタナク専用の武器を作るよう命令が下った。彼の失われた右腕の代わりとなる武器を早急に作り出すことにしよう。NEXT! ウビストボ。シーウルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。ウビストボとは、東の言葉で殺害を意味する。人間のシルエットを保っているが、本来は背骨や肋骨、心臓だった部分が右腕へと移動しており、チェーンソーのような形状に変異している。右腕の心臓部分が全ての動力になっているため、これを破壊すると即死する。ほう。ほう。その、素朴な外見から想像できないほどの高い生命力と耐久力を持つ。また一度標的を決めると、それを破壊することに装着、執着する傾向が、見られる。あと言うんですね。ジェイクの父、ジェイク・ミューラーの父であるアルバート・ウィスカーは極めて軽有な体質の持ち主だった。彼は様々なウイルスに対して耐性があるだけでなく、逆に自らウイルスを自らに投与し、ウイルスの利点のみを取り込み、自身の体組織を強化することができた。ウィスカーの実子であるジェイクにもその強いウイルスへの耐性が受け継がれており、ジェイクが C ウイルスを直接投与しても何ら影響がなかったのはそのためである。ウィスカーは世界規模のバイオテロを画策したことで、クリス・レッドフィールド、クレス、合体しちゃった。兄弟合体しちゃった。BSA によって殺害されている。ジェイク自身は父と一切の面識がなく、彼の素性も知らない。はい。合衆国との取引。ラクーン事件後、シェリー・バーキンが合衆国の監視下に置かれたのには、二つの理由があった。一つは彼女自身に宿る G ウイルスの、研究するため。もう一つが G ウイルスを狙うアルバート・ウェスカーにシェリー自身が狙われる可能性があり、保護が必要だったためである。その後、ウェスカーが所属していた組織の崩壊と、2009年にウェスカー自身がクリス・レッドフィールドを率いる BSA によって殺害されたことで、彼女の身柄を脅かすものはこの世からいなくなった。保護が必要なくなったシェリーは、軟禁を解くことの交換条件として合衆国のエージェントになることを持ちかけられた。近年のバイオテロの増加によって自分のような犠牲者が増えることを危惧していたシェリーは、この話を受け入れ自分の保護者代わりを務めていたディレクシー・シムンズ付きのエージェントに就任した。エージェントとしての教育を受けたシェリーは、シーウルスの抗体を持つジェイク・ミューラーの保護及びアメリカへの移送を命じた。ウスタナク2。ウスタナクは完璧な BOW を目指して、作られた。この素体となった人間は自らにシーウルスと投与し、クリーチャーと化したネオ・アンブレラの科学者である。素体となった人間の能力が強く反映されており、BOW でありながら、論理的な思考が可能だったため、単独での任務遂行を命じられた。また、複雑な機構の武器や装備を瞬時に使いこなせるところからも、その知能の高さを垣間見ることができる。ラスト。アンチシーとは、合衆国においてジェイク・ミューラーの血液により生成されたシーウイルスワクチンの過小。シーウイルスに感染していない人間に投与すればシーウイルスに耐性ができる。シーウイルスを投与された直後の人間に関してはジュアボとしての特徴が出る前であればほんのわずかだが生存が確認されている。ジュアボ、サナギ、完全品種にしてはアンチシーの投与直後に全ての個体が死亡する。現在のところアンチシーの行為は完璧とは言い難いが、シーウイルスの脅威を大きく軽減する存在であることは間違いないと言える。ということでございます。ということで、続いてはフィギュアを見ていきましょう。フィギュア。でけん、変異ジュアボー。はい。あ、なるほどね。あ、なんだ、ただの少佐か。はい。はははははは。こうかな。違うな。UI の非表示。あ、違う。あれ ?UI の非表示。これか違う。あれ ?UI の非表示が、あ、エンターか。違うね。エンターじゃないね。どれだ?ごめん、ボタンが、直接のクリックでなんとかなったわ。じゃあ、次行きましょうか。はい。こんな感じですね。まあ、特に見どころがあるわけじゃないよね。もうお目目がいっぱい咲いてしまっているっていう感じですね。はい。じゃあ続いて、コレクション。メッセージですね。はい。なんかどっかなんかドラム缶を落としてくるということなんですけど、鳥なんだけど珍しく、あれだね。鳥だけど珍しく、牙が生えているということでございますね。鳥ってほら、基本丸飲みじゃないですか。丸飲みだからね。まあ、あと足生えすぎな。はい。じゃあ次行きましょう。で、続いて。で、ウビストですね。はい。ここに心臓、あるね。これが心臓なのかな?心臓なのかな?よいしょ。
口は普通にあるんだね。これお目目は？お目目がなんかここ一箇所。なんかあれだね。顔の左半分はあのファントムみたいになってるね。あのファントムってわかるかな？あれです。オペラ座の怪人。はい、実はここのお尻があれなんじゃない？プリプリだね。はい、プリプリじゃない。ごっつごつしてる。はい、じゃあ次。あ、ジェイク・ミラーレアですね。はい、ジェイク・ミラーレア。これに興奮する人がいるんじゃない？ね。てか、普通にさ、男として、まあ、もうちょっと腹筋の深みは欲しいけど、俺これでいいなって思うもんね。僕、俺こんな体になりたいもん。うん、まだね、ちょっとね、横っ腹がなんかひどすぎるから。なんか誰かしばかれた。ピシピシ。誰かしばかれたね。多分このまま行っちゃうとこっち行っちゃうから、次こっちですね。はい。ディーン。はい。いいっすねやっぱりあれなんだね。なんか2発ぶち込むっていうのはあるんだね。はい。まあそんな感じですね。まあこのなんかジャケットとかね。まあこれはなんかあの、蜘蛛の巣が、あの、反ゲリラ。ちょ、ゲリラの証拠らしいけどね。はい。じゃあ次行きましょうか。ページダウン押さなきゃいけない。まあね。よいしょ。いやー、エロい！エロい！これよ、これを待ってたんすよ。ああ、いいね。これ残念ながらね、プルンプルンしないんだよね。ほら、プルンプルンしないんですよ。完全に本当にフィギュアって感じ。いやー、あなたが、あの、世界を救うのジェイク・ミューラーってか、もう本当にそんなことよりも私と一致しませんか。今のカットした方がいいかもしれないね。はい、まあいいか。はい。まあ、あの、本音が出たってことで、次。よいしょ。あれ？あ、こんなんいたっけ、それは。今だってランビエン！今だってランビエン！あ、多分これ撮ったらすごい10円ハゲがいっぱいあるんだろうな。はい。まあそんなことない。おめめがいっちゃってんな、本当に。あの、最近見たさ、あの、あれですかさ、山岸ヒデなんかヒデって、ビッグヒデって呼ばれてるボディービルダーの人がいるんですけどさ、その人があの、チキンを食べてどんどんあの、目が決まっていくっていう動画がクソ面白くてさ、それがこの目みたいなんだよね。じゃあ次行こっか。よし。次が、ストラレツ。ああ、もうこれはね、あの、完全に広がってる状態ですね。キャーだ、こいつはおめえは歯がねえのかよ。まあ、下に歯が、でもおめめがいっぱい入るのが、やっぱりあれなのかな、特徴なのかな。あれでもちょっとおめめが、こっち一個なのにさ、ちょっと、おめめがこっち一個なのにさ、こっち三つあるの。プシュ。はい、って感じですね。で、ラストかな、ウスタナックかな。あ、ウスタナック来たね。ちょっと待って、ウスタナクが、UI の表示をしたいんだけど、ちょっと UI の表示で、UI で、切り替えってのがあるんだな。ホームとエンド。前、とりあえず。なんか喋ってるけど分かんない。で、多分この科学者さんって、あれなんだろうね。こういう髪型だったんだろうね。うん、まあ、ここまで筋骨隆々になれりゃね、もう誰も敵いなくなるよって話なんだ。すごい近づける。おお。で、ホーム。あ、ホームボタンがどこだ？ホーム。ホームボタンどこよ？あった。切り替え。今更ながら切り替えって他にもあったの？ああ、捕まってる。めっちゃ嬉しそうな顔でやってる。あ、ちょっと待って。ってことは、ホームで、あ、別のも切り替えられた、もしかして。これ他にも切り替えられる？ウスタナク3とかある。あ、1と2だけか。はいはい、了解です。じゃあ、ちょっと待って。これさ、あの、チャプター3以降の服もある。あ、やっぱあったね。しまった。忘れてた。あ、ちょっと待って。こんなん知らんかったわ。初めて知ったわ。エロ。おへそ見えてる。あ、でも、セリフは一緒なんだね。ちょ。いいね。いいじゃん。あ、こっちは無理か。うん、あのね、お尻にあるさ、危ないんだよ。お尻にあるのが非常に危ないんですよね。他にはこれもワンツーだけかな。あ、だね。オッケーオッケー。じゃあ、ページアップで。多分、ここもう一個あるよね。え、ちょっと待って。ってことはさ、あ、ちょっとジェイク・ミューラーが一個しかない。
あ、おー、なるほどね。おー、イカツ、かっこいい。めちゃくちゃいいじゃん。よいしょ。サムネ候補としてもいいよね。まあ、これは、あれだね。そうか。そういうことだったの。ちょっと待って、じゃあ他もいる？もしかしてジュアボ他にもいたりする？あ、いるな。変異ジュアボ1って書いてるもんね。うわー、見逃してたわ、普通に。サナギかい。まさか1って書いてたから他出てくるのかと思って、サナギかよ。ちょっと、思ってたんと違った。あ、変異ジュアボ2。あ、じゃあ3。え ?3?2 はどこよ？こんな携帯いたっけ？こんなごちゃごちゃになってる携帯いたらやばいぞ。死んじゃう、死んじゃう。あ、待って、2に戻った。あ、なるほど、そうか。俺今逆から言ってんだ。そういうことか。だね。あ、なるほどね。エンド押さないといけなくて。エンドどこよ？エンドボタンがないんだよ。ホーム出るポーズはある。あ、エンドあった。そこにあったのか。ちょっとジュアボも他にあるよね。あ、ちょっと待って、あの、これってことは、ちょっと見逃してるから、普通にあの、あっちも見ます。あの、レオンとクリスの方も見るか。あー、なるほどね。よく見るやつだね。あ、お目目いっぱいあるのバレるから、仮面で隠してる系女子だね。うん。あー、なるほどね。ネオアンブレラのやつだね。うん。以上かな。ですね、ですね。レアのやつは？これは1個しかないか、さすがに。あ、ですね。これは1個しかないですね。じゃあ、イエス。一気に見ていきましょう。いやー、いいねー。いいねー。この、もう、パンティー、ここまであからさまにさ、パンティーになってるのとかないもんね。いやー、これは、反則でしょ。揺れないの、ほんと残念。でもこれ完全にノーブラだからね。見えてんじゃない？ね。見えてもいいよね、これ。あの、彼女にスタンロットでしばかれるならもう本望でございます。はい。いやー、これはもう、ここまでくびれてて、こういう、ほら、ティファが好きってダイゴとかも言ってんじゃん、メンタリストのダイゴさんとかも。彼女ダメっすかね。ねえ、たまらん。これちょっと下から覗きたいけど、下無理だよね。下か。ねえ。あ、ちょっと待って。え？やばくない？これ。これ割とあ、なんか、これは多分、ちょっとこれに関して言及してはいけない気がする。これに関して言及すると多分やばいことになるから、これじゃ言えないけど、これ、あれだよ。やばいね。ちょっと、あえて遠くから、ああ、やっぱ近づいた方がいいか。ねえ。お、そうですか、そうですか。いやー。ごちそうさまです。これも見えてるの？うん、ね。フィギュアだから前だけど。はい。じゃあ、とりあえず、ちょっと待ってね。ってことは、クリスとかの、ここら辺も、見逃してるってことで、ね、うわ、今更になって気づくって、ほんとダサくない？いたね。これは、ああ、東欧時代のあれだね、クリスだね。変わんねえな。格好が一緒だもんね、まずね。格好が一緒だもんな。よし。で、続いて、これもしかしたらあっちの、あ、違うな。いかつ、バイク乗ってないのに。そういうことね。他にも、ハオスは、あれだし、レオンと、ハオスは、これ、レアなんだ。あれ、ただのレアか。ただのレアか。ね、いるじゃん。まあ、特にここら辺はないか。じゃ最後、あ、そっか。ゾンビもいっぱいいるもんね、パターンとしてね。よし。じゃあ、レオン S ケネディ。これ多分あれだね。チャプター4以降のレオンになるよね。あ、じゃあ、間違えた。ボタンを間違えた。急にレオンにおっぱいが生えたと思った。あ、そうだね。うん。ただ単に、でもこっちの方が好き。あ、どうだ。どっちも好きだな、レオンは。やっぱかっこいいよね。うん。で、これが、こうなるということですね。まあ、こっちの服装の方がいいよね。うん。パンティーラインは残念ながらないんですけれど、まあ、おそらくノーパンかティーバックっていうことで許して死んでる。
あ、おっぱいだな。おっぱいだけはすごい。で、ゾンビ、あれ？あれ？ゾンビいない。ゾンビいないんだ。で、シモンズがどんどんあられもない姿になっていくんだな、これな。あれ？あ、まあ、ちょ、ゾンビバージョンのアダム・ベンフォートいそうだな。ちょっと後で見てみる。あ、やっぱいたいたいた。スレスレ。そうなるよね。シモンズ1になるよね。え？ちょっと、普通のシモンズはな、何シモンズなんだ？で、シモンズ第二形態と、ね、お目目、ね、お目目がここに入ってね、口とお目目が一緒になってるからね、あの、あれで、なんだっけ、オズモンドサラダと一緒になっちゃってるってね。で、ヒュージフライ。そうか、こういうのがあった。だからなんかフィギュア物足りないよなと思ってたけど、あれこれ俺見たっけ？見たっけ？見てないじゃないか。これに今気づいた気がするんだもんね。はい。あ、そうか、この時はディレクシーシモンズで、人間じゃなくなったらただのシモンズになっちゃう。どういうこと？なんかあれ？人間だったらガノンドルフだけど、魔獣になったらただのガノンになるみたいな、そういうオチ？これになったら、あれ？違う、またボタン間違えた。失礼です。よいしょ。これになるとさすがにゾンビの声なのかな。あれを食われたぞ、今の。ちょっと待って。これは？My job too じゃない。My, no, not your job. で、こっち。あ、違う。何してんの。これ、撃たれたアダムの。I've always valued your friendship. ああ、やっぱ声変わってんだな。ちなみに、ヘレナじゃない。デボラも、あ、やっぱりそうだ。しまった。プルプルデボラいたんじゃ。あれでもこれ見た気がするな。これは見た気がするぞ。やっぱじゃあやってたのかな。なんかもうよくわからなくなってきましたね。はい。まあそんなこんなんでね。はい。明日からエイダ編頑張っていこうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押してお待ちください。なんかね、エイダだけここでボコボコになってるけどね。他のはちゃんとね、フィギュアになってるんだけどね。まあ、ということで、1個しか揃ってないというね、もう過酷な状況なんですけれども、まあ、なんとか頑張っていきたいと思いますんで、ぜひお付き合いください。ではまたお会いしましょう。明日ね。バイバイ。